皆さんこんにちは。鉄道系演歌女子小沢明子です。青春18切符の旅春続いております。姫路駅でスタンプゲットの後にお買い物したのはおやつ。熱々のゴザソーロを買い求めました。はい、赤あんです。小豆たっぷりです。白あんもあったんですが迷わず赤あんにしました。1個税込み95円です。たっぷりでしょ。北海道産の小豆と良質の砂糖を使っている。ゴザソーローさん、会社名でもありますが姫路に本社があるんですね。兵庫出身の母も大好きだと言っていました。手焼きのぬくもりから生まれる風味豊かな本物の味、満喫中でございます。ごちそうさまでした。向けて出発しております。実はね、ゴザソーローを食べながら駅ホームの駅そばがすごく気になっていたんです。姫路駅の名物だそうです。駅そばちょっと有名みたいでね、もう今度は絶対食べるぞという、そんな決意をしながら後にしたんですけれども、播州和光を目指します。とてものどかな、そして美しい、夕焼けの景色を眺めることができました。鳥が飛んで行き、そしてこの雲ね、すごく、綺麗ですよね。こういった眺めを見ることもできます。山陽本線乗っております。網星と書いて網星と読みますが、網星の駅を過ぎたあたりだと思います。ですから、姫路から辰野市に入ったあたりかな。このあと泊まる駅が辰野という駅なんですが、私のふるさと飯田線の駅名にもありますよね、辰野駅。ちょっと字が違うんです。こちらは、龍、簡単な龍と書いて、野原の野で辰野駅に泊まるあたりだと思います。私も大好きな、おそうめんといえばイボの糸の、資料館、そうめんの里博物館というのもあるんだそうです。そしてお城もあるみたいですね。辰野城、なんだか飯田とも縁があるようで、脇坂安政公という方が信州飯田から、移って、築城したという、そんな風にも聞きました。また辰野藩、城下町があったりして、古い建物がこう今も残されていて、播磨の小京都なんていう風に言われているんだそうですよ。では播州和光までもう少し。
の電車に乗って播州赤穂に着きました。そしてここからですね、岡山行きの電車が見て、今取れなかった素敵、岡山行きの電車が到着いたしましたので、これに乗ってあと15分くらいありますかね、発車までは。折り返しになりますね。さあ、ちょっと写真撮って、荷物の中に置いちゃった。こちらの先頭車両、2台入りました。では岡山行きの車両と写真を撮りましょう、ね、よし、よかったです。では乗り込みます。後で列車は4両つないで運転しております。トイレ出会います一番前の車両にございます。車内は電車禁煙です。おタバコはご遠慮ください。お客様に携帯電話ご使用についてお願いいたします。携帯電話、スマートフォンはあらかじめマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。向こうに
山陽新幹線が走り、すぐ手前には、道路があって、車もね一緒に並走しているような感じですけれども、追い越したり、新幹線には追い越されたりそんな感じですね。実はこれは赤穂線でして、相生の駅からですね二手に分かれるような感じで、もう播州赤穂駅も、赤穂線になるんですけれども、海寄りで結ぶ山陽本線のバイパスになるんでしょうかね。相生の駅から東岡山まで 57.4 キロ、その区間が赤穂線になります。その先東岡山で、合流というんですかね、一緒になって2駅乗れば、3つ目に岡山駅に到着するという、そういう感じになります。この辺りは播州赤穂駅、あ、新幹線通りましたね。播州赤穂駅のねホームにもありましたが、名所忠臣蔵ゆかりの史跡も多いそうです。はい、岡山駅終点到着しました。素敵な可愛いラッピング車両もありますけれども、よいしょ、ちょっと切り替えましょう。はい、到着しましたよ。いや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 、最寄りの駅からですね電車に乗りまして、あれが5時台でしたから、かれこれ14時間の列車旅してまいりました。青春18切符を使って、まだ2回目ですけれども、よいしょ、こちらを使ってお得旅してまいりましたが、いや最初ねちょっと乗り換えでもう新宿駅からバタバタしまして、取らなきゃいけないとか乗らなきゃいけないとかね、エスカレーターは、走ってはいけませんね、こけなくてよかったんですけれども、あとはね比較的、あ、でもちょっとですね、後半ですね、電車が遅れたりしましたので、姫路駅から乗る電車が、30分ほど遅れましたので、岡山ももうちょっとあと1時間ぐらい早く着く予定だったのですが、はい、すっかり暗くなっております。ちょっと駅名何のところまで行ってみましょうかね。一回切り替えて、よいしょ、よし、はい、岡山駅です。もう時刻が、はい、19時23分。この車両に乗ってきました。してるんですけど見て、アンパンマン列車スタンプラリーだって、こんなのあるんだ。アンパンマン列車に乗らなきゃダメか、でも押していいかしら、お姉さんもいい、かわいい、やってみよう、マイスタンプカード、乗ろうよ四国、あるある、あ、アンパンマン列車ね、そうですよね、特別なラッピングのね、かわいい、スタンプラリー、ね、これはこれでこうますね、これは子供たちやりたいよね、これもらっとこう。そうだ、土産線だったり
予算線、瀬戸大橋のアンパンマントロッコとか、ねえ、かわいい。これで四国を旅できるんだ。アンパンマンと一緒に。メロンパンナちゃんに似てますか、私。はい、押します。やっぱり後ろ映っちゃうね。ダメだ。もう一回。滲んじゃうね。よいしょ。はい。優しく押します。もう一回。あ、ランプがつくの？全然わかんなかった。全然できない。ちょっとあ、そういうなんかポイントがあるの？やだ。赤いランプがつくって。ちょっと待って。はい、チェックに、ここね、赤いランプ。今グリーンですけど、つくの？ついたらすぐに戻すんだって。つかないよ。つかないよ。こういうの苦手ね。よ、あ、中央改札口で配布してた。出ました。チーズジャムおじさん、バタコさん、ありがとう。はい、岡山駅の、駅構内がとてもですね、いろいろ見どころ満載なので、ここで一旦1日目ここで終了したいと思います。ちょっとお土産みたいに駅そば食べるかわからないですけれども、1日目今日は新宿を6時前に乗りましたよね、出発しまして、約そうすると新宿から13時間半ぐらいですね、電車旅でございました。鉄道系演歌女子小沢明子でございました。とりあえず1日目が終了ということで、まだまだ続きます。岡山から小沢明子でした。明子チャンネル登録よろしくね。はい、おまけ映像です。岡山のもう駅からすぐのところにある、ホテルに泊まらせていただいております。もうね、何よりね、もう景色が素晴らしいから、ちょっと見ていただきたいんですけれども、眺めが素晴らしいんですのよ。ちょっと反射しちゃって見えないんですけど、もうあちらが左の奥というか、もう駅なんですよね。新幹線と在来線が通ると、さっきから何本も見えるけど、今は
来ない、来るなかなかねこのタイミングでは難しいかもしれないのですが、こんな感じで岡山の街を見ることができます。綺麗な夜景です。ちょっと反射しちゃってますけれども、いやーよく乗りましたね。ほぼもう13時間以上ですよ、14時間近く。まあね、ずっと乗っていたわけではないですけれども、じゃあちょっとカメラを切り替えて、あのはい、でも全然嫌いじゃないですね、この各駅停車の旅っていうのが。はい、私はむしろあの早くビューンって、いやいいんですよもちろん、リニア中央新幹線もね、品川からふるさと飯田まで45分、あのそれもいいと思うんですけど、なんかのんびりね乗る飯田線とか、時速3、40キロみたいなこのローカルさ漂うね、あの路線大好きなんですけど、播州赤穂から岡山まで、黄色い車両の電車に乗りましたが、かなりですね、もうあのはいローカルでしたね本当に結構はいあの田舎な感じでしたけど、あ電車来たみたい、切り替えられるかな、電車来ましたよ、電車が来ました。あやだ切り替わらない、よいしょ、はい、見えますか、これ在来線かな、音も聞こえますかすかに、在来線ですねこれね。こんな感じで眺めることができます、車も走ってます。はい、そんなわけで、そうなんです、あの赤穂線というか、相生からですね、あのちょっとこう海沿いの方を行く、まあ、山陽本線のね海沿いの方を行くと赤穂線で今日乗ってきたコースになるんですけど、ちょっとねこうあの山沿いの方に行くと、まあ、山陽本線になって、その間にあの山陽新幹線が走っていて、それでこう海沿いの方が赤穂線になるんですね。相生からちょうどあの分かれました、赤穂線の方がトンネルに入っていくというか、そんな感じだったんですけれども、かなりローカルで、ちょっとですねあの夕日が沈むようなちょうど時間帯だったんですよ、山の奥の方にこう落ちていくような、それがちょっと房総半島千葉のあの JR 東日本の久留里線に乗った時のね、あの着物で乗ったんですけど、なんかその時の感じに似てました。あ新幹線来たよ、忙しいねここ新幹線来ました、よいしょ、新幹線が、あーちょっと見えないかな、新幹線が多分そうです、あでも暗いね、新幹線ですね、はい行きました。だからここはすごくいいですね、眺めがちょうど、よいしょよいしょ、じゃあもう一回切り替えます、忙しくてごめんなさい、なんて言うんでしょう、ちょうどこうこの階のここのエリアが、レディースフロア的な感じになっていて、14階かな、とても眺めも良くて、はい、であのこの旅を終えてからも鉄道が見られるっていうすごくいい場所にありますねこのホテルお世話になりますということで、それでそうですあの前回東海道本線で神戸までね乗りましたけれども、まあ、そこから先です、今回は山陽本線に乗って鉄道消化も、ちょっと間違えながらも
歌わせていただきましたけれどもね、なかなかちょっと難しくて、地名だったりとか言葉が難しくて多分間違えていた部分もあるかと思うんですが、その山陽本線をですね、実際に乗ってまいりました。まだね続いておりますけれども、今日は岡山までということで、およそ14時間近くの鉄道旅でございました。一人旅。それでね、岡山駅があまりにも楽しいので、もうアンパンマンの、ね、スタンプ、まあ、先ほど見ていただきましたけれどもね、もうアンパンマンのスタンプにもうテンション上がっちゃってこれを押すのに時間かかっちゃったんですけどね、上手に押せなかったんですけど、まあよしとしてね、いつかアンパンマン列車にも乗ってみたいですそんでお土産を買ったんですよ。この JR 東日本の新幹線の、マスキングテープ。私マスキングテープマニアで大好きなんですね、いろんな新幹線が描かれております。そしていつか乗ってみたいのだハローキティ新幹線のマスキングテープ、かわいいですよね、見えないかな、これがあったのでちょっとお土産にもできるなと思って。そして以前、民謡のね下津井節を弾き語りチャレンジしましたが、岡山県下津井さんのわかめを使ったわかめスープ、これいいですよね、ちょっとしたこうね手土産にもできるかなと思って、お友達に、自分で飲んじゃうかもしれないこんなの買ってました。なのでちょっと時間かかっちゃったんですけど、ということで、なんだ今日、あそうです、このね、はい、一応持ってまいりました、 JR 私鉄全線乗りつぶし地図帳で、こう見ながらですね、まあ、今日は見えるかな、ここの、まあ、岡山までたどり着いたということで、また、明日はですね、海を渡ろうかなとかって考えてるんですけど、どうなることやら。あ、また新幹線が行くよまた新幹線が行くよ、見ます、見てくれます、よいしょ、よし行っちゃう、ほら、おー16両ですかね。いやいいでしょう、この夜景とともに、その新幹線のねこのライトの感じが、この暖かさもありつつ、このね都会の感じといい、いいですね岡山。よいしょ、ということで、じゃあちょっともう一回切り替えて終わりにしたいと思います。長くなっちゃいました。はい、ということで、ご覧いただいてありがとうございます。おまけ映像でした。はい、これからも、鉄道愛をよりマシマシで鉄分補給して参りたいと思います。ではそろそろね、はい、お肌のためにもお風呂に入って休みたいと思います。ではまた明日、おやすみなさーい。熱海